日ハム、緊急事態。日本ハムの加藤貴之投手が打球を左腕に当てるアクシデントがあった。加藤はこの回で降板。87球だった。0対0の7回、2アウト1塁の場面で山田のピッチャー強襲の当たりが左腕に当たった。打球はセカンドゴロでこの回も無得点に切り抜けた。加藤はこの試合で史上370人目の通算先頭9回を達成。7回まで5安打無失点の好投を続けていた。怪我がなければ良いです監督、コーチ、2軍含めて最高のチーム完成まであと少し、今年は結果につながってほしい。ようやっとる水野のエラーはしゃあない。ちゃんとその裏、挽回ヒットも打った。問題は野村、清水の去年までを彷彿とさせる絶望的並び。清水出すぐらいならレイエスの方がまだ期待が持てる。今日も5打数3安打です。田中正義は思い切って2軍で調整させた方が良いと思います。この上、加藤まで離脱なんてなったら、どうか軽傷でありますように。加藤完璧やわ。お前がエースだよ。大事を取っての降板だよね。最後の代打がまたこいつか。そして予想通り試合終了。このまま鎌ヶ谷に置いて帰れ。まあ弱い。しかし弱い。ここで勝たんとこれ以降の交流戦勝てるときないぞ。マジで。加藤が投げる試合、なんでこうも打てないんだろう。これだけ負け越しても貯金があるのはすごいよね。加藤がかわいそうすぎる。万波と水野に足を引っ張られて、今日は草野球だったな。まさに大活試合。今シーズンの加藤は持ってない。気ばかりです。